競争はこれから赤番のホームに帰ってきます。まず8番手から5番の小林博也上昇を見せますが、さあこれを生かせない動き、6番長沼健太、6番の長沼最強ラインまだ中段を守って、4番の鈴木豪、北日本4社依然前段となって隊列変わっていません。打掌の周回バックストレッチに出ました。さあバックで発進は6番長沼健太です。6番の長沼、これに4番鈴木豪合わせて発進、4社のライン、そして最強勢が並走となる形、依然8番手の位置に南関東の2社続きます。鐘が鳴りました。さあ6番の長沼健太、今度は短期となって4番鈴木豪をまくっていきます。叩いていきました。さあ先頭6番長沼健太の主導権だ。2番手は4番の鈴木豪、その外から5番の小林博也が縦に踏んでくる。5番の小林博也、3番鈴木真嗣、さあ一気に南関東2社が抜けて、これを追走する7番小原信也です。7番の小原が北日本の連携立って3番手に浮上してくる。内は1番岩橋則明、直線に入りました。5番の小林博也を目上げて外から7番小原信也、しかし5番小林博也ゴールイン。